皆さん、グエンプールがチャプター2シーズン4のギャラクタスのイベントに参加してたの知ってましたか？ということで今回はおそらく 99% の人が知らない新シーズンの秘密動画やっていきたいと思います。みんな全部知ってるかな？ぜひ最後まで見てってください。 Let's go。 早速1個目がこちらのウォーマシンホバージェットなんですけど、このジェットパック普通に飛ぶこととか皆さん知ってると思うんですけど、これでなんとブーストができるの皆さん知ってました？こうやってダッシュボタンを押すとブーストできます。でこれ試したんですけど、キーマウだと普通にダッシュでできるんだけど、パッドだとねある設定を変えないといけません。これできない人はこのパッドの設定のところに行って、コントローラーの設定ですね、で下の方に行くとホバーのブーストってところがあるんだけど、これをちゃんと設定しないと自分の好きなボタン、僕はダッシュボタンに設定したんですけど、これを設定するとちゃんとジェットパックでもこうやってダッシュすることができますので、皆さんぜひこの設定使ってなかったら使ってみてください。で続けてもう一個がこのブーストしてめっちゃ速く飛ぶ方法があるんだけど、それがこうジャンプしてブースト解除でスライディング、ちょっとコツがいるんですけど、こんな感じでめっちゃ早く移動することができます。やり方がジャンプブースト解除スライディング、こうしてスライディング、こうしてスライディング、こうしてスライディング、あスライディング、スライディングのタイミング合わせるとめっちゃ早く移動できるので、ぜひ皆さんこの技もブーストと一緒に使ってみてください。まあ次はこれ噂でも言ったんですけど、こちらのここですね、ニトロドームの左上のこの倉庫みたいなところのキャプテンジョンジンのところに行ったら、ここで盾を変えるので、速攻盾が欲しい人はぜひここに降りて盾300円で買ってみてください。これ噂でもやったんでね、そっちの動画見てた人は知ってたと思います。次に普通 NPC って攻撃したらこういう感じで武器で攻撃してくると思います。これは今までフォートナイト NPC はずっとそうだったと思うんですけど、こっちのリストアドリーズにいるピーリー、ウルバリンピーリーですね。このピーリーはなんと攻撃しますよ、いきますよ。攻撃すると武器ではなくちゃんとウルバリンの、ウルバリンピーリーのバナナで攻撃してきます。見てくださいほら武器じゃなくてちゃんとあのウルバリンピーリーのこの爪で攻撃してくるの皆さん知ってました？これすごい秘密だよね。これすごいなんていうの、ディテールというかただこれあのミシクとかではなく、ちゃんと普通にツル足攻撃ですので、まあ20ダメずつ食らってきますウルバリンみたいにドドドドドみたいにやってくれたらいいんだけどね、残念ながらそれはしてくれませんが、武器は使えません、イリウルバリン。じゃあな、ありがとうよ秘密。おーらー次にこの首里のスキンなんですけど、変身モードが備わってるの皆さん知ってました？こちら、Take the Mantle ってやつで、こうするとワカンダーフォーエバーのサインで戻して、この後が変身するシーンがめっちゃかっこいいんですよ。変身しますよ、 Take the Mantle。 めっちゃかっこよくない？こんな感じの秘密妹は首里は持ってます。秘密といえばこちらの僕が被ってる帽子は最近僕が作ったブランドなんですけど、このロゴには秘密が隠されてまして、なんと今右下に見えてるフォートナイトの建築ピースをうまく組み立てて縦積みを作ってるの皆さん知ってました？そんな感じの秘密が隠された帽子、ぜひ概要欄の下の方にね購入リンクがあるので買ってみてください。次だ、次に今回のアップデートでムーンナイトがなんと、今まではキャプテンアメリカとあとソーしか持てなかったムジョルニア持てるようになったの知ってますか？これ普通に他のスキンとかだと、例えばオロチマルは持てません、ちゃんと初期ツラシになるんですけど、ムーンナイトは持てます。で理由としてはムーンナイトはエジプトの月の神の力が使えるので、ムジルニア自体も星から作られてる武器なのでムーンナイトも持てるらしいです。こういうディテールにこだわってくれるフォートナイト最高だよね。あとみんなおそらく忘れてたと思うんですけど、今回はフォートナイト史上初のバトルパスが限定じゃなくなってます。ここの下見ると全てのゲーム内報酬はバトルパス限定ではなく後日アイテムショップの配信される場合がありますっていうね、フォートナイト史上初でございます。限定ではございません、バトルパス。ただ、まあ、950Vバックスで一応レベルとかゲットたら全部ゲットできるのでめっちゃお得ではあるんですけど、確か2年後ぐらいから再販はありえます。バトルパスのボーナス報酬にあるこの色合いのミステリオはコミックとかにない色合いで、どうやらスパイダーマンの映画に出てくる、ミステリオの色合いから取ってきてるらしいです。知らなかった。このラフトには、よく見るとね、ポスターにこのマグニートのヘルメットで Do not wear silly hats、 変な帽子は被らないでっていう、これ一見ねマグニートのこのヘルメットをバカにしてるような感じにも思えるんですけど、これは実はマーベルに関係していて、マグニートのヘルメットってテレパシーを妨害する効果があるんですよ。でここのエマフロスト、このボスのエマフロストの能力の一つがテレパシーなので、このエマフロストがテレパシーを使うためにこのマグニートの帽子は禁止っていうね、実は秘密が隠されてますっていう感じで、ちゃんとねマーベルに関係してるんですよ。これはねちょっとみんな知ってる人も多いと思うんですけど、このエマフロストね、こう戦うとこういう感じでダイヤ化するときにこの赤い点を攻撃すると普通にダメージが入って解除されます。次にラプトの近くにあるグエンプールの秘密チャレンジ、これを進んでいくとなんと今シーズンのとんでもない秘密が隠されてました。 OK、 来たぞ。はい、どうも、届けに来ました。完璧だね、これぞまさにシュリが欲しかったチップだよ。渡す、多分ね裂け目の技術
がどうこうって言ってたけど途中で聞くのやめちゃった。それはさて勇気あったね。てなわけでもうどっかに行っていいよ。デイリーをクリアしちゃいけないのということで、はい、こちらですよ。裂け目の何かというのが今シュリね、シュリっていうのはめちゃくちゃブラックパンサーの妹なんですけど、めちゃくちゃ頭が良くて、このブラックパンサーのスーツを作ってたりとかする、まあ、天才妹って感じなんですけど、この子が今フォートナイトの世界でいろいろと裂け目のやつを作ろうとしたりチップとかでいろいろやってるらしいんです。でこの情報を踏まえて一回ちょっとロード画面を見ていきましょうか。こちらですね、はい、このロード画面、シュニのロード画面を見るとこちら見てくださないと、これがねヒントになってますよ。これドクタードゥームの城で、シュリがこのでっかいアイアンマンのビーコンで、今回マグニートが確かちっちゃいビーコン使ってたと思うんですけど、今回シュリが、チップを使って巨大ビーコンを作って、これでヒーローたちを今後フォートナイトに呼ぶんじゃないかという、ね、秘密がここ見てわかると思います。キャプテンジョンジーが頑張ってシュリを守って、シュリはいろいろと作ってますね、今チップを入れたりして。でこの巨大ビーコン、チャプター2シーズン4にあったもっとでかいビーコンを今作ろうとしてると、まあこれ考察と秘密どっちも合わせてる感じなんですけど、僕の予想なんかそんな感じな気がする。ただこのロード画面にはそういう秘密が隠されてます。ドゥームシュタットのこの左上の家には実は秘密の部屋があるんですけど、その前にこの上にねアイアンマンのこれマスクがあるの皆さん知ってました？でこのアイアンマンのマスクのある家に入ると、この本棚を壊すとね、この中に秘密のアイアンマンの部屋があります。ここでね噂でやったんで皆さん知ってると思うんですけど、その中のこのテレビ、前確か噂の時はね映んなかったテレビが高画質にすると映るようになりました。でこのテレビなんですけど、このテレビに映ってる映像がなんとマーベル VS カプコンのゲームをプレイしてるらしいです。めっちゃプレイしてるの知らなかった。ドゥームスタッドにはドクタードゥームのパン屋さん、ドゥームズドーメインっていうを入るとね、ドクタードゥームのベーカリーっていうのお店があるんですけど、こんな感じでプレッツェルとか売ってたりアイスクリームとか売ってるんですけど、このねお店の名前がドゥームズドーメイン、ドゥームズドメイン、ドゥームズドメインといえばチャプター2シーズン4にあったドクタードゥームの降下場所のプレゼントパークのとこ、あそこの降下場所の名前がドゥームズドメインなんですよ。そっからなんと来てますというちょっとした秘密があります。今回のドクタードゥームはあちこちにこのねドクタードゥームのアイスクリームの機械があるんですけど、これもちゃんと理由があります。あーこの部屋だ、この部屋、ドゥームシュタットにあるんですけど、このドゥームシュタットにあるこのでっかい、ドクタードゥームがなんか常に我々のことを監視してますよって部屋があるんですけど、この中のこの画面を見てると見ててください。ブレイキングニュース、ニュースですって言って、ドクタードゥーム今この島をの市民たちを自分の味方にしようとしてるんですよ。で元々こういう感じで市民たちが怒ってた中を、ドクタードゥームがアイスクリームを市民たちに与えて洗脳というか味方につけてるっていうストーリーがちゃんとあります。だからマップ上にドクタードゥームのアイスクリーム屋さんがあるっていうのがちゃんとね、秘密がちゃんと理由がありました。こういう感じでドゥーム城のこっちの上の方にあるでっかいなんかマガマガしいオーラを放ってるこの建物ですね、ここの周りにある文字、遺跡にある文字っていうのかなが、これがなんかねキューブとかにもこうある遺跡の文字と似てるらしいので、もしかしたら今後キューブが復活するかもって言われております。でこの中に入るとね、すごい赤、こちらですね、ここにまたあやばい壊しちゃった、今あったちょっとしたもの、これで多分ねいろいろなんかで溶岩の力を使って何かを作るためのものだと思うんですけど、ここでドクタードゥームが自分のあのポスターにもあったドクタードゥームの新しい鎧、今パンドラの箱を使ってドクタードゥームが自分の鎧を作ろうとしてるらしいんですけど、それをここで作って、まあ、今シーズンの終わりのワンタイムイベントとかに繋がるんではないかという秘密もあります。次にこのドクタードゥームの城にはめちゃくちゃいろんな秘密があるんですけど、はい、こちらね、ドクタードゥームの塔の一つなんですけど、ここに来ると緑色のなんか謎の液体みたいなのがあるんですけど、なんとこの本よく見るとバレリアの本なんですよ。これバレリアが使ってた本、パンドラの箱とかあと蝶々みたいなものがあったりとか、どうやってこのパンドラの箱を使うかみたいな本なんですけど、これを使ってバレリアの本を使ってドクタードゥームは何か作ろうとしている感じだと思います。今シーズンの終わりの方、このマップで何か作ろうとしてる感じです。次にこちら、同じとこにあるこのお花みたいなやつなんですけど、これはネイマール、ブラックパンサー2で出てくるネイモアっていう敵の笛らしいです、笛であってんのかな、がここにあるので、これがここにあるってことは、ネイモアはドクタードゥームにやられたってことになります。でこれコミックの方でもネイモアの笛を吹くっていう、ミームもあるぐらいやられてる。なんか関係してるのか、一体どうなんだ。ドゥームシュタッドのこちらにいるミステリオを簡単に倒す方法があります。それがこちらの塔に来て、宝箱がまずあるのでこれを壊しましょう。そしたら武器が出ると思うんですけど、ここでこの塔を登ります。そしたらどこにいた、見ていたいたいた、ここ撃つとなんと変身回路してここに来るので、ここでミステリオを簡単に倒せます。めっちゃ簡単に、やばいやばい、当てないでくれ、やばいやばいやばい、あ、やばい、
やばいやばいやばい、はい、こんな感じでめちゃくちゃ簡単に一瞬でミステリを倒せる方法があります。初動即だね、倒せるので試してみてください。次にこちらの銃むしろなんですけど、ここに入るとどうやら空が暗くなるらしいです。どういうこと？なんかね、こっちの方に着地すると画面が暗くなるらしい。ほらほらほら、クマが上指すごくない？暗くなるらしい。ほらほらほら、クマが上指すごくない？クマがめっちゃ増えた増えた、今見た？わかった？めっちゃ暗くなるんですよ、すげえ。俺もなんか噂でちょっと見てね、あの秘密に入れようかなと思って試して初めて知ったんですけど、すごっ、ほんとや。知ってました皆さん、こっちのドゥームシロに来ると空がわざと暗くなります。でこのドクタードゥームの城なんですけども、いろいろね噂でも言ったんですけど、たくさん、秘密があります。まずここに来て、最初にシルバーサーファーをドクタードゥームは倒してます。ここにシルバーサーファーの壊れたボードがあります。でこっち側にはマグニートも、なんと前のシーズンで、今回マーベルキャラとかを呼んでくれてたマグニートのヘルメットもありますので、おそらくマグニートもやられてますね、ドクタードゥーム。でまだまだあります、ドクタードゥームが倒してきたヒーローの戦利品が大量にこの城にはあるんですよ。本当に恐ろしい、今シーズンの終わりが。どんだけいろんな人たちを倒してるんだ。でこっちの方に来ると、はい、ここにミスターファンタスティックのボールがありまして、これ動いてるんですよね。見てください、まだ生きてます、ミスターファンタスティック。なんでさ、ひどいことするんだドクタードゥームは。ほらまだ動いてるの分かる、楽にしてあげよう。あー、でこっちの方に来るとムーンナイトもやられてます。先ほどムジュルニアがモテるってこの動画で言ったと思うんですけど、彼もなんとドクタードゥームにやられてしまってます。悲しい。ドクタードゥームの秘密、ドクタードゥームに最初に出くわすと、見ててください、撃つよ、こういう感じ。最初にしょっぱなの技が、あ、来た来た来た、あ、じゃあそれじゃないそれじゃない、その技じゃない、これ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 、ほら蹴ってくるじゃん、これ。これなんとこのドクタードゥームのキック、ただの一旦蹴りだと思いきや、ちゃんと秘密がありよ。ちょっと逃げる、一旦逃げる、一旦逃げる、ちゃんと秘密がありまして、マーベル VS カプコン3のドクタードゥームキックみたいな技があるんですけど、そっから来てるらしいです。知らなかった、ちゃんと理由があったとは。で城のね、こっちの方に来るとファンタスティック4のメンバーは全員ドクタードゥームにやられてるんですけど、まずドクタードゥームが座ってた椅子、あれはシングが椅子になってしまってます。次にこの透明の入れ物の中に椅子と下にスーって書いてあるんですけど、これはインビジバルガール、透明女子がこの中に閉じ込められてるっぽいです。透明だから見えてないだけなのか、この中にいるかもしれない。もう一人のファンタスティック4の最後のメンバー、ヒューマントーチはなんとこちらのね、焚き火のところになんとヒューマントーチの心臓が火の代わりに使われてます。めっちゃグロくねこれ、今までのフォートナイトの中で一番グロい気がする。そのままねこっちの方に来ると、なんともう一つ、はい、ここに映ってる一人はミスターファンタスティック、ファンタスティック4のリーダーだっけな、がダーツのとこに斧で画像が刺されています。やばいよなドクタードゥーム、残酷すぎる。ドゥームシロの正面の入り口のとこにあるこのRestricted Access、限定アクセスのみって書いてるとこに、これなんとアイアンマンのリパルサの手が書いてあるので、今後多分アイアンマンが来るのかな、なんでここで使われてるのかわかんないけど、ここにアイアンマンの手のヒントもあります。はい、ここにもう一人、なんとウルトロもドクタードゥームにやられてます。でここドクターストレンジもやられてます。アイアブアガモートだっけ、ここにありますね。はい、こっちの方に来るとなんとね、サノスもドクタードゥームにやられてますね。こんな感じでヘルメットがもうぐっちゃぐちゃになっちゃってます。しかもサノスに関してはコミックの方でも一瞬でやられてるんですよね。ドクタードゥーム強すぎる。このドゥームシロの中にあるこっちのでっかいドクタードゥームの絵、これよく見ると見てください皆さん。下にムジョルニアとか、これサノスのヘルメット、マグニートのマスク、これドクターストレンジだね。これなんだ、アントマンかな、アントマンっぽくねっていう感じで、その上に立つドクタードゥームということで、しかもアイアンマンとかもやられてるんだよね。ここら辺全部ドクタードゥームが倒したってことで合ってるかな。マジで最強すぎないか、本当にやばすぎるこの絵っていう感じで、この絵にもねちゃんとドクタードゥームが誰が倒したかっていう秘密が隠されてました。でそのまま A 続きでいくんですけど、ここら辺にあるドクタードゥームのこのクマの上に乗ってる絵とかは、これちゃんとねコミックから撮られてるんですよ。だから普通にドクタードゥームがいきなりクマに乗ったとかじゃなくて、ちゃんとコミックの方でドクタードゥームはこういうシーンがあって、それがそのままフォートナイトの方に来てる感じでございます。バトルパスのボーナス報酬にあるピーリーウルバリンのこちらのエモータイコン、これは直接ウルバリンのミームがあるんですけど、なんかベッドに寝ててこう何額縁を見てるミームがあるんですけど、そこからこのエモータイコンは来てます。今回なんでこんな大変なことになってる時にキャプテンアメリカじゃなくてキャプテンジョンジーがいるかというと、これはねバトルパスにヒントが隠されてまして、キャプテンジョンジーのこのロード画面を見ると、スティーブ・ロジャーズ、キャプテンアメリカからジョンジーにこの盾を託してるちゃんとしたストーリーが
隠されてるので、これキャプテンアメリカ来ないってことだよね。一体どこにいんのこんな時に。ドクタードゥームが倒してる人たちの中で言うと、一番でっかい、バイチャプター2シーズン4にいたギャラクタスもなんと海の向こう側にいるんですけど、ギャラクタスの巨大な頭がこう浮いてるんですけど、これもドクタードゥームが倒して、もうこんな感じ悲惨な状態になってしまってます。これはもうみんなもこんなにでかかったらみんな気づいてると思うんですけど、はい、ギャラクタスもドクタードゥームもなんと倒してます。フォートナイトにはレティクル、このエイムする時のレティクルがあると思うんですけど、キャプテンアメリカの盾を持つ時にちゃんとキャプテンアメリカの盾になるのを皆さん知ってましたか？見てください。これ守る時にちゃんとキャプテンアメリカの盾、星が真ん中にあって、普通の時も普通に持ってる時は星状態なんですけど、こうダッシュの時とかもなったりし、ちゃんとレティクルがキャプテンアメリカの盾と同じ形になります。皆さんどうやら過去にあったマーベルのミシックだけ使う限定モードが帰ってくることがね、ほぼほぼ確定になりました。2つねモードがあるらしいんですけど、1つは普通に過去のマーベルミシックとかがいろいろ使える限定モード、もう1つはなんかヒーローとヴィラン側で分けられるマーベルモード、この2つの期間限定モードが今シーズンの後半に登場するらしいです。実はこのドクタードゥーム本物じゃないの皆さん知ってましたか？その秘密がこのドクタードゥームを倒した時に明らかになります。倒すと見て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 、これ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 、このアニメーション見てください。めちゃくちゃロボットが故障したみたいなアニメーション。まあ、おそらくここにいるドクタードゥームが偽物で、本物のドクタードゥームはどっか別のところで最強スーツを作ってこの島を滅ぼそうとしてるんだと思います。まあ、次にラフトのこっちの方に来ると、なんとニャッスルの秘密の部屋があります。それがこちらですね。ここにあるんですけど、これはおそらくトレーラーにも映ってたセイバーニャッスルが、敵側についてたので、そのニャッスルの部屋もエマフロストの隣にあります。という感じで今回の動画は新シーズンチャプター5シーズン4の 99% の人がおそらく知らない秘密動画でした。皆さんは何個知ってましたか？もし知ってたらあなたはその残り 1% でございます。ということで、この動画少しでもいいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。 Peace out.